まあこれはねあのどういうことかっていうとですね、まあ、あの人っていうのは、まあ、新しい物事に何か挑戦したりとか、まあ、成功したりとかですねビジネスに何か一発成功していきたいと、まあ、収入上げていきたいとかもそうだし、まあ、新しいことにチャレンジしていきたい時にもですね人っていうのは絶対にですね新しいことを始めようと思った時とか大きなチャンスをつかもうと思った時に、えー、何かね大きなものが足を引っ張られるような感覚って皆さんないですか まあ例えばビジネスを始めようとしたときに友達から足を引っ張られるとかね、いや、そんなのやめとけよとかね、ビジネスを始めようと思ったけど、旦那さんに反対されるとか、ビジネスが軌道に乗ってきたと思ったら、なんか人間関係がうまくいかなかったりとかね、ああそういったところって結構往々にしてあって、これ別に皆さんだけの話ではなくてですね、これはもう僕ら企業家はね、みんな通る道ではあるんですけど、これどういうことかっていうとね、え、成功ってそもそも何者かによって邪魔されるのっていう話なんですけど、実を言うとそうなんですと。で、これどういうことかっていうと、皆さん、この潜在意識の現状持機能って聞いたことありますか まあ言葉の難しいんで覚えなくていいんですけど、ここで一応原産と言っておきます。まあ、これはいわゆる人間の本能として、まあ、この現状維持機能というのが働いています。まあ、これ何かっていうと、僕らはあの生存本能が働いているわけですね。もう原始時代から僕らはもう食料を取って、それでねそれを食べて、あのそれで生あのね命を紡いできたわけですけども、あの僕らっていうのは基本的にね、えー、僕らの、まあ、いわゆる えー、生命の本本能時にはですすね変化を嫌ううといがあります、まあ、例えば皆さんがね「いやーちょっとスカイダイビング面白そうだぜ」って言って、まあ、スカイダイビングこれ新しいことですよねやったことない人はそれをやろうと思った時絶対に怖いと思うと思うそう「うわスカイダイビングでも怖いからやめとこうかな」みたいなでそういったリスクを取らない できるだけ怖いものを避けようとするっていう場合ってあると思うんですね。まあ何でもいいです。例えば、ビジネス始めるときに、うわ、ちょっと怖そうだからやめとこうかなとかね。それも実は全部、この現状時期ので説明ができるんですよ。いわゆる人間の本能っていうのは、安心安全を求める。じゃないと人間で死んじゃうからね。もし、例えば、じゃパラグライダーやったときに、まあないと思いますけども、もしかしたらね、あのー、空から飛んで死んでしまうかもしれないですね。であったりとか、あのー、じゃあちょっと、えー、マンションのね、ベランダからちょっとね、えっ、ー、と、アイキャーフライト。まあなんか久保塚洋介じゃないですけども、あの、 ね、飛び降りてみようって言ったら、まあ、下手したら死んでしまう可能性もあるわけじゃないですかだから人っていうのは基本的になんか新しい物事がワクワクするものに飛びつこうっていう一面もあるんだけどその前にちょっと待てと本当にそれ危険なんじゃないのっていうふうに足を止めようとしていきたりとか周りの人からね、えー、止めがかかってきたりとかこれは全部自分が引き寄せてるものでいわゆる僕らの本の原産っていうのは変化を嫌うこういう習性があるとまず知っておいていただきたいなというふうに思います。 僕らっていうのは、まあ、脳っていうのはね、あの、実は95%が、まあ、無意識、まあ、潜在意識な無意識の方です。もう95%はもう無意識によって、えー、行動ってすべのは全て操られてるよっていう、まあ、言われたりするんですね。例えば、僕らっていうのは今、心臓を動かしてますけども、皆さん意識して心臓を動かしてる人っていないと思うんですよ。であったりとか、意識してね、あの、息を吸う、あ、ちょっと今酸素吸ってなかったらちょっと呼吸しなきゃって言ってやってる人ってあんまいないと思うんですよね。これも全て現状時期の、ま、原産が、まあ、体のね、血流とかをま、体温調整して汗をかかせたりとか、心臓を動かしたりとか、呼吸っての 全てやっててくれるんですよ全て自分の僕らの体っていうのは実は意識的に生きてるように見てもう95%以上膨大な無意識によって行動とかね、まあ、意識変てもそうだし思考力もそうですよアイデアが思いつくのもえ全て潜在意識のこの原産が使わずっていると言われてるでその中でね今回面白いのが、まあ、結局この原産をうまく扱うことができれば味方につければもう成功できるよって話ですもう簡単に言えばもう 反自動的にに成功すするるるためのエレベータータ乗ることができるんできん、ね、じゃあ,あの、どうすればいいのかということで、今回僕がご紹介させていただくのが、この方、USJ、えー、ユニバーサルスタジオジャパンをですね、大赤字から V 字復活させた、まあ、伝説のね、まあ、有名な方ね、マーケッターの森岡さんっていう方がいるんですね。で、まあ、森岡さんってね、あのまあ、ご自身も解消されてて、まあ、マーケティングコンサルタントとして、まあ、結構ね、大企業であったりとか、まあ、USJ とかもね、マーケティングのもう最高責任者として、あのまあ、どういうふうにしたら売上を上げられるのか、どうやったら赤字からね、えー、復活させられるのか、 っっていうのをずっと戦略的に分析をしたも,もうガチのマーケットですよね。で、この森岡さんのね、えーまあ、いろんな僕も読ませていただいている著書の中で、まあ、他にもなんか隔離地方の戦略論とかね、まあ、いろんな本を出されてるんですけど、その中でまああの苦しかった時の話をしようかっていう、まあ、著書があるんですね。でまあ、僕は本当にこれ名称だと思ってるんですけども、でこの、えー、本のね、一、まあ、節に書いてあるので、 あの実際ある話なんですねで。それがいわゆるあなた自身がビジネスをこれからやっていこうと思ったとき、まあ、成功しようと思ったときに邪魔するものがあられるとでその、その正体っていうのは何なのかっていうのを、この本ではこう書いてあるわけですね。それは緊張ですと。それは緊張ですとって書いてるわけですよ。まあ、例えばね、あの何、ー、ていうんですかね、大事な仕事でプレゼンをしなきゃいけない、100人の前でプレゼンしなきゃいけない、新しい新規事業を起こす、営業初めてやるとか、初めて、まあ、皆様だったら YouTube ライブやるとかね、初めてセミナーやるとか。 ね、初めて情報発信する時とか多分緊張したと思うんですよ僕もそうでした初めてセミナーやった時っていうのはもう本当にですねもう100人規模の前でファシリテーターやったんですけども頭真っ白になって何話すべきか分からなくて僕ね5分で終わらせなきゃいけないところ15分かけてやったんですよでしかもその間もう記憶飛んじゃって そのね自己紹介で僕3つ話さなきゃいけないことあったんですけども,もう初めてのファシリテーターが100人規模の前のセミナーでしかもリアルの会場ですよ、まあ、頭飛んじゃって真っ白になってそこだけ未だに記憶がないみたいなね、まあ、それで全然僕ね人前で話せなかった時期っていうのがあるわけですけど、まあ、初めての時っていうのはそういうもんですよもうド緊張状態、まあ、例えば初めて就活の面接受ける時とかね初めて大学受験する時とかもそうだし、まあ、僕自身も昔ね生まれて初めて営業した時あるわけです生まれて初めてライブした時もあるわけですねもうド緊張状態でしょうねうい のが実はねどういうことかっていうと新しいプレゼンを起こ始めたときにこれもし成功しちゃったらその人の人生って変わっちゃいますよねってなると僕らの本能っていうのは変化を嫌うからあできるだけそのプレゼンをね本当は,自分は成功させたいと思ってるんだけど本能としてはそのプレゼンを失敗させようとして判断力を鈍らせたりとかうまくその場でなんか言葉が出づらくさせたりとかっていうのも全部これね僕らの本能の潜在意識の現状維持機能が、まあ、そう仕向けているっていうのが実際脳科学的にも言われたりするんですねで新しい事業を起こすときにも例えばなんかねあの旦那さんか反対され いたいとか友達から反対されたりとかそういう逆行というのは絶対来るもんなんですよ。だからもし皆さんが新しいことを始めるときに何かちょっと不安だなとかザーざーする時っていうのは実はこれ成功するための前兆だったりする場合っていうのは結構あるというふうに言われています。まあ、あとは、まあ、営業を初めてするときとか初めてライブするときとかって多分うまくしゃべれないと思うんですよ。ねううまく喋れないと思う でまあ、それはなぜかというとやっぱ緊張するからです、ね、じゃあ緊張の正体ってのは何かっていうとゲンさんですとでこれを知っていればですねうまく自分をコントロールしていくことができるから営業とかでもライブとかでもセミナーとかでもそうだしビジネスをこれから新しくまた起こす時とかももっとですね自分の、えー、可能性っていうのをですね最大限に引き出して、えー いいいいく、上げるることがででできるっていうう話話なんすすすねじゃあそののためにどうすればいいのかの話です、まあ、僕自身はね、起業してみれば5年くらい経ちますけども、もこの SYK を創業してからね、まあ、いろんな、まあ、企業さんとかに営業したりとか、まあ、企業に向けてのセミナーやったこともありますし、まあ、今でこそね、まあ、100人規模の前で、まあ、セミナーとかも,もうざらにありますけども、も、まあ、ほぼ緊張しないですね。どんなことがあっても僕は絶対緊張しないです。本当に っていう自信があって、実際緊張してないんですけども、それはなぜかっていうお話をしてます。まあ、僕は、ね、昔、めっちゃ緊張しいだったんですよね。本当に、あのー、もうそれこそ、えっと、僕、今でも覚えてるのが、22ぐらいのにまに、まあ、ちょっとね、ある程度売上高が大きい企業さんも年商で、 数億あるようなあ企業さんに、まあ、商談でね、まあ、営業に行ったことがあるんですけど、まあ、会食だったんですよね、まあ、4人ぐらいで座ってみたいなでそこで、まあ、結構名の知れた社長さんなわけですよだからなんか失礼があったらいけないなとかねいや言葉遣いめちゃめちゃ選ぶからもうすんごい神経使うんですよね本当にもう疲れる <laughs> もう今だから言えますけどもでもう本当にね、まあ、結果的にその商談はうまくまとまったんですけどもうすごい大変だったわけですよでもうめちゃめちゃ緊張するしもうご飯ん、まあ、当時ね僕あの あの銀座の、あのー、一流のまあフレンチのところでまあ会食で商談みたいな感じだったんですけど美味しいもの食べてるのに味しないんですよ、もうガチガチに緊張してね、例えば皆さんだったらあれですよ、例えば分かんないですけどじゃあイメージとしてねまあパナソニックの社長と対面でご飯行ったら、多分緊張してなんか失礼があったらいけないなとかいろいろ考えちゃって多分集中できないと思うんですよね、商談とか話時代に。っていうような状況ですよ。 では僕もねそういう経験いろいろあるんですけども今ではもう全くそういうことなくなりましたでこれなぜかっていうとですね実はこれ解決策あります、まあ、このね、えー、森岡さんの著書にも書いてある話なんですけどもじゃあ結局新しいもの,のことを始めるときにもうできるだけ自分らしいハイパフォーマンスで、えー、しっかりと実力を出し切ってそしてね、えー、緊張しない状態を作れば成功できるわけですよ人ってね本当にリラックスしてるときの方が潜在能力ってめちゃめちゃ開花しますからねだから例えばなんかお風呂であのビジネスのこと考えるときに目はを思い浮かんだりするってのもそういう話で 人って本当緊張してる時って本当にいいアイデアとかパフォーマンスってはっきりできないんですよ。だから緊張を取りほぐすためにはどうすればいいのかっていうところです。これがいわゆるマイブランドを作れということなんですね。でマイブランド。まあ、これはですねいわゆるセルフイメージっていう話で。あの 皆さんに、ね、覚えておいてほしいんですけども、人間っていうのは、まあ、自分にとってのふさわしいイメージっていうのがあるわけですよ。例えば、自分は、例えばね、コミュニケーション能力が高い方だとか、例えばね、あの女性の方でもね、わかるんですよ。例えば、自分は、あのー、どっちかっていうとね、ファッションにおいては、自信があるとか、私は服には自信があるわよとか、おしゃれ、おしゃれ度とかね。 うんまあ、ったりとか例えばじゃあ恋愛でも自分はモテる方だとかねあのビジネスで言ったら例えば自分はお金稼ぎが得意だとかねまあそういった自分に対して思い込みとかって皆さんそれぞれあると思う人によって違いますでねあのビジネスにおいても例えば人っていうのは自分にふさわしいと思った金額しか絶対に稼げるようになってるんですよ本当に例えばねあの僕らで言えばまあ今でこそねああのまあ 年商1億で2年目で年商3億規模まで来てますけどもあのー、それが本当にふさわしいと思ってるかそれ通り入ってきてるわけですねで逆に僕らがなんでじゃあ今100億この時点で年商100億いってないのかっていうとやっぱり100億っていうのはイメージしきれてないんですよもしそれがイメージしきれたら僕らも今年商100億いってますっていう話なんで,でこれ皆さんにおいてもそうですよ年収3000万稼ぎたいなぁと思ってもそれが本当に自分にとってふさわしいなって思えなかったら年収3000万稼ぐアイディアが仮にねまずそもそも思いつかないし仮に思いついたとしてもそれをね例えば判断能力とか脳が低下して なんだかんだ言って結局まあなんか難しそうだし面倒くさそうだしちょっと大変そうだからやめようかって言ってその本当はチャンスがあるのにそれに気づかずに終わっちゃうとかね目の前のチャンスを見過ごしてしまったりとか、まあ、あとはねビジネスを諦めちゃったりとかまた、あ、継続できないのも結局これですからねそうっていうので人は本当に自分にとって自分は年収1億がふさわしいなと思ったらその人は稼げるんですよんと、ね、人は自分においてふさわしいと自分が思い込んでる勝手なこれ思い込みでいいんですよ勘違いでいいんですよその勘違いした金額しか稼ぐことができないという話があるわけですね 作っていいくことすすごい重要ですで、マイブランドってこれ今回ちょっと宿題させていただくのでぜひね皆さん実践が終わった後やってみてほしいんですけども、まあ、これ例えば例を書き出します僕だったら僕だったら例えばスーパーカリスマコンサルタントとかね、まあ、今コンサルしてる人だったら例えばあの、まあ、マーケティングをしている人だ私は、えー、年収3000万稼ぐカリスママーケッターであるとかねあの私はあの年間で1000名以上の人に影響を与える人の人生を 好転させる最強のコーチであるとか、私は年収3000万稼ぐ企業家であるでもいいぞ。ね、だしあの、例えば自分は、ね、年間で100名以上のクライアントに価値、えー、を提供して、たくさんの人に、ね、喜ばれている。そういった、えー、人物であるとか、まあ、自分はビジネスでお金を稼ぐことに関しては、才覚があると。まあ、こういう風な自分にとっての枠組みとの先に設定しちゃうんですよ。で、今ね、程遠いですよ。だ僕、年収5万の時に1億稼ぐって決めてましたから。 まあ、そういう現実になってるわけですけども、こういうことなんですよ。だから、今の自分とかけ離れててもいいんですけど、まあ、とりあえずもうあ、おままごと感覚でねあの、自分はこうなるというのを、とりあえず遊び感覚でいいんで、紙に書いてみてください。でそれを、まあ、写真撮って待ち受けにするとか、もしくはそれね、あの大事な紙なんで、まああの、ノートに挟むとかでもいいんですけど、これをね、一回やってみてください。でそうすると、だん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 ね、あの無意識のうちに自分に自信が持てるようになってきます。で気づいたときには、ある程度緊張しなくなるということが、本当にね、そういう時期が来ますので、 ぜひね、今回このまあマイブランドを先に設計してしまうということですね。結局自信っていうのは実績がつくから自信がつくじゃないんですよ。まあ、先に根拠のない自信がある人がそれでどんどん成功していって実績も大きくなっていくっていう話なんですね。全部逆なんですよ。なので、まあ、ぜひね、こういう形でまあ自分自身のセルフイメージをちょっとね、まあ書き換えていくっていう意味も込めて。